皆さんお疲れ様です。今回はオイルの粘度を変えて燃費に変化があるのかというところでいろいろね検証していきたいと思います。前回ですねミニクーパーの方に 5W30 のオイルを入れて、燃費をね測定していたわけなんですけども、前回はですねそのデータをちょっとお伝えすることができなかったんで合わせてですね、その辺、見ていきたいと思います。それで今までね使っていたオイルはどれかと言いますとこれですね、桜製油所の 5W40、こちらのオイルを使ってました。このオイルがですね結構リーズナブル でなおかつ性能もいいということでずっとね使っていたわけなんですけども、書き込みですね 5W30 を使うと燃費が上がりますよということを、教えてくれた方がおられたのですね、今回は5W30 こちらのねオイルの方を試してみることにいたしました。これはねミニクーパーに引き続き同じオイルになるんですけども、この2台のね車の、データ、取りましたんでこれからですねちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それではですねまずエブリィの燃費、こちらの計測データ見ていきたいと思います。はい、ということでねエブリィ、まずは3回、計測いたしました。1回目、こちらのデータを見ますと 10.64 というところで、これはですね実は今までのデータとあまり変わりません。だから 5W40 と比べたらそれほど大差なかったんですけども、2回目3回目をちょっとご覧ください。2回目以降はですね 11.4 前後というところで、そうですね前のデータから比べて 0.8 キロですね、リッターあたり 0.8 キロほど、伸びてますというところで、やはりね、なぜかこう1回目、燃費であまり伸びなかったんですけども、2回目、3回目と同じぐらいのデータが出てるということで、やはり効果があったということが言えると思います。さらにですね、もう一つ、計測をしました。このデータはですね、ちょっとね、遠乗りですね、長距離運転をしたデータになります。ということでね、まずね、距離数が、こちらが 354.5kg。で、その時入れたガソリンがですね、28.15L ということで、これね、なんと、計算しましたですね、リッターあたり 12.59 ということでね、結構これは伸びました。これね、結構12キロ台っていうのをね、今までこう高速とか乗ってようやくこれぐらいの値出てたんですけども、これね、下道メインの長距離運転みたいなやつでもこれぐらい出たというところでね、結構ね嬉しい値ですね。5W30 ですね、はい。同じ桜製油所の、ワキハリの商品を使って検証してみたいと思います。それからですねもう一つおまけで、高速道路を使用してのデータを入手いたしましたということでね、それがこちらのデータになります。はい、ということでね、これなんですけどもね、無給油でこう 440.1km 走りました。でその時に最終入れたガソリンですけども 32.24L ということでね、結構ねこれ燃費伸びました。なんとね計算したところ 13.65 リッターあたり 13.65 キロ、
これはですね、今までこう計測してきた中でもこれダントツ1位を、取りました。それもね、こう結構ね、こう荷物パンパンに積んだ状態で走ってるにもかかわらずこれが出てるということは、やはりね、オイルの効果、あったということですね。それでは続いてミニクーパーのデータはどうだったかと言いますと、まずはですね、あのオイル交換、5W40 の時のデータを振り返ってみます。はい、こちらです。8.9 リッターあたり 8.9 ということで、ね、結構ね悪かったです。はい、で、今回ね、そのオイルね交換をいたしまして、で、これねツーリングコンピューターあるんで、そちらでこう計測していたんですけども、そのデータがこちらになります。はい、なんとね 9.7、リッターあたり 9.7 キロということで、ミニクーパーの方も、約1キロね、リッターあたり1キロ伸びております。平均燃費 9.7、これぐらいですね。でちょっと落ち着いてます。一応ですね、ミニクーパーの方も手で計測しました。はい、これがこちらのデータになります。まずですね、距離数が 458.1 キロで、その時に入れた、あの最初入れた、ガソリンですけども 43.26 リッターということで、こちらね計算しましたら、なんと、10.59、リッターあたりね 10.59 キロということで、こちらもね結構伸びてます。でミニクーパーの方はね、高速、これね使ってなかったんですけども、これぐらいいってるということで、ちょっとねツーリングコンピューターを信じたらいいのか、この低計算を信じたらいいのかちょっとわからないんですけども、まあ、こんな感じで、オイル交換ね、粘度をちょっと下げることによって、1キロぐらいはまあ伸びるということが、実証、されました。はい、今度はねちょっと、いつも入れてる桜精油所のやつじゃなくてね、違うやつでもね試して、その燃費の伸びとかね、いろいろ検証してみたいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。